まあ、自分たちのチャンスもある中で、まあ、最初先制できなくて、まあ、厳しい試合になるのは分かってたんですけど、まあ、結果的には、まあ、1-1 で良かったですけど、でもやっぱ勝ち切りたかったっていうのが一番思います。皇后杯とかそういう時に、その時に比べては、まあ、慎重にボールを失わないようにっていうボール回しばかりだったので、相手に対してすごい怖いプレーっていうのは少なかったかなと思います。まあ、自分たちもその速いプレッシャーに対して少しそのビビってしまって、自分たちらしいビルドアップだったりそういうのができなかったので、まあ、そういうのはもっと、まあ、後半戦に向けて積み上げていきたいなと思います。もう負けられないし、引き分けでもいけないと思うので、もう全部次は勝ち続けて必ず優勝したいと思います。